市外、グリンダビークはアイスランド南西部のレイキャネース半島南岸に位置する漁師町。3000人の住民のほとんどが漁業に従事している。市外から5キロメートルほど郊外には有名なブルーラグームがある。植民の書には934年頃、モルダイコールグヌープフォルフソンとテヨリルハウストミルクビビオーズソンの二人のバイキングがレイキャネース地域に入植し、テヨリルが セルボイオ、モルダイコールグヌープーが、グリンダビークをそれぞれ建設したとある。さらにモルダイコールグヌープーの息子らが、テイヨルカートルスタザクエルフィー、ヤルンギエルザルスタザルクエルフィー、スタザルクエルフィーの3カ所の入植地を築いたが、現在のグリンダビークは、ヤルンギエルザルスタザルクエルフィーに位置する。自治体としては、エーナルエーナルソンがこの地に移り、 店を開いた1897年までその期限をたどることができる。当時の人口は360人ほどであった。住民は何、世紀にもわたり漁労で暮らしてきたが、航海には大変な危険が伴った。漁師が海に落ちることもたびたびあったが、引き上げられるとは限らなかった。しかし、1939年にホーピーズから陸路が通じると、漁労環境は、 劇的に変わった。1950年から漁業開発が進み、1974年に自治体を、戦した。市街から少し北へ行くと、ブルーラグーンという天然温泉がある。これは、近くのスバルスエンギジ熱発電所から流れる、熱水を利用している、アメフジーというスポーツクラブがある。ユーラシアプレートと北アメリカプレートの境界になっている、アルファーや地高帯には、 2002年に幸運なるレーフ橋が開通した。橋の名はクリストファー・コロンブスの新大陸発見から500年も前にヨーロッパから北アメリカ大陸へ渡ったレイフ・エリクソンを記念している。また2002年9月にはアイスランド塩漬けを博物館も開館した。650平方メートルの敷地内にはアイスランド経済の支柱である魚の塩漬けの過程が 展示されている。作家のグドベルグーベルグッソンはこの地で生まれた。音楽オーディション番組、ポップアイドルアイルランド版の初代優勝者、カリベアルにもこの町に暮らしている。ありがとうございます。